5秒前、4 3伊賀上の観光協会の伊藤です、えっと、今回、コモさんと行くツアーということであの伊賀市をあの取り上げていただいているんですけど伊賀はお肉もお酒もお米もお水も全部美味しい町でしてさらに忍者でも有名な町なので今回、忍者博物館も行きますし美味しいご飯も特別メニューであの。 食べていただきますしぜひそういったところを楽しんでいただければなと思いますあここで出てきましたか <laughs> 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 ありがとうございますどこで出てくるかなと思ってました <laughs> はい始めますおはようございます時刻は9時1分になりました 1一番に入れるスイッチなんでしょう、来る日も来る日も長官チェック、12月22日の金曜日、週末でございます。今日もどうでしょうかね、まあ、クリスマス前、忘年会、タクシー捕まらないみたいな、そんな夜になるのでありましょうか、当時でとても寒くなっておりますね。 はい、えー、年が明けましたら1月の20日の新年会でございますのでどうぞご参加くださいませお申し込みをお待ちしております IAC トラベル大阪支店でございますさて、えー、本日まずお伝えしたいのがこちらでございます、えー、昨日もお伝えいたしました大阪万博経済効果2兆円を超えると えー、みんな、ごうごしておりました、維新の皆さん。で、吉村さんが会見の中で、ええー、ちょっと待ってください、えー、2兆円、2兆円超えるってずっと言ってましたけど、実は来年年明けにならないと、ちゃんとした数字が出てきませんと言い出しまして、これまで2兆円超える、2兆円超えるって言ってたのは、一体何だったのかなと思いましたら、昨日の大阪市横山市長の会見で、 えー、この声は MBS の清水記者ではないんですけれどえー、ちょちょ,ちょっと待ってくださいよっていうまたそんな発言がありましたのでちょっと皆さんと一緒にチェックをしてまいりましょう、まあ、小一時間あった会見のそのうちの一部なんですけれどもね、まあ、結論から言いますと経済効果が 2兆円を超えるとかなんとかそういう数字はこれまで彼らは出していたんですけれど経済効果っていうものは計測不能ですと始まる前にこんなことになるよとこんなことになったらいいなっていう数字は出てくるもんだけど終わったあとなんぼあったんかっていうのはそもそも出ないもんなんですっていう。 PDCA のサイクルは切れているっていう、ですね、えー、そんなお話でございまして、ふざけた、無責任な話だと思うんですが、横山市長の会見の模様をちょっと聞いていただけますでしょうかえとあとはあの経済効果の点ですけれども、まあ、これからあのお調べられてこう、1月に出されるっていう話は変わってるんですけれども、はい、その経済効果がですね、えーあの いろんな産業連携案表にいろんな数字入れたらいろんなものが出てくるっていうのはまあ経済学者の方がよく言われる話でそれをちゃんと検証できる事故に検証するっていう仕組みを作られるかどうかっていうこととそれとあの,あのまあ 大都市経済委員会だと思いますけど、えーまあ、1人1万9000円という数字が出てきたと思うんですけどだからあの市民、まあ、府民もそうかもしれませんけど一人一人はですね大きな経済効果はこんだけですと言われてもなかなかあの実感が湧かないと思うんですそれで、えー、例えば1人1万9000円かかるんであればそれに対して市民はこんな実感ができますよとかですね府民はこんな実感できますよとかってそういったところも含めて経済効果なんか出されるというお考えありますでしょうか、うん えっと1問目のそのご質問の趣旨というかこう経済効果の検証というのはイメージ的にはあの経済効果ってほぼほぼ出しっぱなしだと思うんですよねあのいろんな経済効果はこれまでもありましたけど、ええ、まあ例えば阪神の優勝とか私は別にそれでかめへんと思うんですねみんなで喜んでそれを追いかけていくっていう話でいいと思うんですけれども、うんえー、その入れましたでもその経済効果っていうものが本当にあったのかどうかっていうことです。あ 経済効果が実際に発生できたかどうかを計測するというのはこれは多分経済効果の考え方として多分そもそも難しいと思いますけどね。あの経済効果はその実際発生したかどうかを検証するものというよりはそのあの投じた事業費がどのようにこう産業に広まっていってどういう消費効果を生むのかというのを、まあ、の算出するものでそれがあの例えば5年後にあの見事2兆4千億円の経済効果がありました。 とといった議論をするものではないとこれは別に万博だけじゃなくてあのその他もそうなので検証というのはちょっとあのご趣摘があるんですがただあの、えー、のどういった形にしろあの出てきたものをどういった根拠で算出したかというのはこれ当然ぼ僕も知りたいですし聞きたいですしでその算出経過って僕結構大事だと思ってましてあの例えばそのアジア太平洋研究所のですねあの2兆4兆四千億から2兆8千億の経済効果の算出根拠って。 あの消費効果が主やったはずなんですここに観光に来ていただいた方が消費をしてそれがあの波及していくとで拡張万博っていう表現を取られててあの物理的にエリアが広がっていけばいくほど経済効果って広がるっていう算出やったんですけどこ,れこの考え方で非常に大事だなと思って逆に言うとあの連携して万博の効果を共有できるエリアを広げたらそ,その分効果を感じれるエリアが増えるということでつながりますから。 あじゃあ、もっと自治体間連携、国の間の連携しようという、こう、プラスの方に転じることができると思うので、あの、それが検証という、そのご質問にあっているかどうかあれですけど、あの、出された経済効果の、その算出の根拠は、あの、しっかり、あの、確認した上で、それを、あの、出すだけじゃなくて、なんかこう、プラスに転じれるように、あの、考えていきたいと思います。で、二つ目のご質問は、これ、議会でもちょっとお答えしたいんですが、僕は、あの、一人、 後半いいです後後,後半半は1万9000円、大阪市民は1人当たり負担するって言ってるけど、えー、それは必ずしも住民税からということではないので。 法人税とかいろんな借金とかもあるんでって言ってるんですけど借金は大阪市民の借金ですし法人税は大阪の人だけじゃないですけれども大阪にある会社にみんなが納めたー物を買うたその収益から得られてるもんなんで、まあ、最終的に一人頭1万9000円というイメージに怒ってはるのは分かりますけれども一、まあ、人頭で言うと1万9000円であることは事実ですし。 えー、っていう話ですわ、まあいや詭弁です、まあ、突っ込む方の問題点を指摘はしているその意味は分かりますけれどで、えー、もう一回戻します経済効果万博がこんなに素晴らしいものやっていうことについてずっとまあ経済効果やの夏場ですね経済効果やの空飛ぶ車やのっていうことでごまかそうとしていて。 でそれではあかんってなったところで子どもが大事やと、えー、来る人の中に山中さんのようなノーベル賞を取るような人が一人でも出てきたらもうそれは素晴らしい成果なんだっていうことに行こうとして、えー、それも最近は言ってませんよね、えー、ただそれだけで100億ぐらい増えるって言って、えー、子どもを無償で生かすのにでプラスあと100億かかるって言って、まあ、昨日ご紹介した吉村さんはポロっと言っておりましたけど。 今、昨日の会見で横山市長が言っているのは、そもそも始まる前にこのぐらいすごいですよっていうことを言うためのものが経済効果という予想であって、実際問題、なんぼ効果がありましたかっていうのは検証のしようがないって言ってるんです。わかりますかいやそ,れはあのいやそうななのかもしれないです。 あの学問上そうなのかもしれないのは分かりますけどもならばならばこんなにありますっていうことは言っていいんですかっちゅう話ですよね。え社運をかけたあーえー番組を始めますとでえ20%を超える視聴率が予想されていますっていうことだけ社長が。 改編の前の記者会見で言うて、蓋を開けたら3%しか取られへんかったってなった時に、責任を取るのは3%しか取られへんかった番組をやった会社であり、社長であり、スタッフであり、出演者であるわけですから、20%を超える、えもう NHK の会長が80%を超える紅白の視聴率を目指します、そんな経済効果がありますって言ったって。 2桁やったら、そゃ首飛びますっちゅうんですよ。あの分,かり分かりますか分かりますかねええ。ならば言うなっちゅう話です。そうやったらええー、なーぐらいまでだったら、ね、朝のラジオじゃないですが、ええー、なーで済むんやったら、もう、そゃ誰も責任取りませんわ。警察もいりま、まあ、もう警察も嘘つきですけども、ちょ,ちょっと待ってくださいよ。 でもね、えど何,を何を言ってるんですかみたいな、この経済効果を測定するって、それはどういう意味なんですかみたいなこと言うてますよね、それやったらお、まあまあ、またごめんお、お前らって言ったらダめですね、はいあのあ、あなた様方、維新の皆様は、2兆円を超える経済効果があるから、えー、このぐらいの投資は安いもんなんだっていうようなことを。 あなたたちの OB である橋本さんも含めて言うなよっていう話ですわ。ええ、もう金句やぞと。もう、は、他にも言ったらあかんことはありますよね。ええ、それと一緒ですわ。もう、フォーレターワーズですわ。もう、ほんまに。ええ、また、血圧上がりますね。さあ、そんなあなたに、今日も、 笠間さんの提供でお送りしております聴観チェック贅沢ブルーベリースがー美味しいクリスマスキャンペーンでとても売れております笠間さんから大変嬉しいメールが届いておりまして小野さんこの12月のクリスマスキャンペーン初回お試しの方はです、ね、限定になりますが えー、てんこ盛りサンタというキーワードを電話口で言っていただいたら、えー、メールで尾行欄にてんこ盛りサンタと書いていただいたら、650円の送料が無料になりますというキャンペーンをやったところ、なんと、えー、例年というか、あのー、前月とかのと比べますと、えー、倍も倍以上、あのー、ご注文が殺到しているということで。 えー、もう、あのー、電話のオペレーターを倍にしてみたいな、<laughs> まあ電話一方しかないかもしれませんけど、あのーまあ、もう9時回ってますね、電話の受付始まっておりますんで、よろしければ、あのー、笠間さんに電話してくださいませ、0120780の337番、0120780の337番。 まあそんな嬉しいメールが届きまして、いやー、笠間さん、これ、あの <laughs> まあ贅沢なブルーベリーを使って時間かけて熟成しておりますんで、お薬ではありませんけど、血圧の気になる方、血液サラサラになりたいなと思ってる方に大変人気で、コモさんが13年半ずっと朝のラジオ、もうほんまに2時半に起きて、行ってたのはこのおかげですっていう話なんですけど、いやー、血圧上がるニュースが多いから、 余計売れてるんですかねみたいな話をしてたんですけどもね、もうほんまに連日言いますが原辰徳ですからね、巨人ファンの皆さんには恐縮ですけれど、えー、今日も贅沢ブルーベリースを飲みまして、落ち着いて、しかし、他にもいっぱい気になるニュースがございますので、えー、コモさん目線で切っていこうと思います。まずははいこちら 経済効果検証不可能と維新が言い始めておりますならば2兆円を超える経済効果があるというのは言うなよとはい、えー、日本無責任男、ま、という映画がありましたが、ま、大阪市長ですので大阪市の無責任男ということになりますでしょうか横山市長の会見から一部抜粋してお聞きいただきましたでは 気になるニュース、き、ま、今日いくつもサムネイル作ったんですが、これ、やっぱり聞いてみたいというお話がありました。他にも、こういうものもあります。週刊現代が書いておりました、議員あ、議員宿舎って書いてました、議員会館ですね、ごめんなさいね、これ、議員会館ですわ。えー、えー、そしてガーシー裁判も行われております。 こういった技を取り混ぜながら、コモさんなりのチェックをしてまいります。昨日、44,444人のチャンネル登録者を突破いたしました。1日で100人ほどの方に新しくチャンネル登録をしていただきましたけれども、今日もよろしければ。 ポチッと高評価現在182となっております岸田政権の支持率よりは高いですがまだまだ足りませんそしてチャンネル登録もよろしくお願いをいたしますでは長官チェックスタートでーす来てよし見てよし高てよてよし ようこそ天神橋筋商店街、天禄てんこ盛りスタジオへ。す今日は寒いですねえ、雪の降っているところもあって豪雪どか雪になる恐れもあるようでございますが、まあちょっと今晩から雪のある方へ行くおうか行くまいかちょっと考えております。 元気があれば今夜から出かけようかなと思っておりますがさて、えーっと、あ、今日が年末ジャンボ宝くじ年末ジャンボ宝くじっていうのは所ジョージさんの頃でしたかね今はコマーシャル全然違いますけど、えー、最終日だそうでございます、発売の第4ビルにも列ができるのかもしれませんね。えー まあ、私は母親からあのきつくあの命じられておりますんで、えー、10億欲しければ10億稼ぎなさいと、3億欲しければ3億自分で稼ぎなさいと、そんなもん、宝くじに頼ってたらダメですという教えがございます、まあ、時々、時々親の言いつけを破ったりはしておりますけれども、はいまあ、いろんな意味でね、えーえー、しかしあの、ダメです。うん お金の話、ねあのー、今日も読売新聞は松野世耕に事情聴取ということで高木も聞くという,ような話なんですけど、えー、大阪メトロの職員が逮捕されております落ちてたイコカありますねあのピタパとかイコカとか、まあ、東京ではスイカですかそういう交通系の えー、お金が最初にチャージされてるやつ、まあと払いのやつもあったりしますけどこれを拾ったのをお届け出を受けた駅員さん20代の男ですけれども、えー、それを使って買い物をしてたそうでございまして2万7千円使ったって書いてありますからまああのプリペイドのもんじゃなくってあとから紐付けされているやつかなで落とした人が届けたら。 使われてたっていうので、逮捕されております。二万七千円。もちろん、あかんことですよ、もちろん、あかんことなんですが、二万七千円。人の落ちてたやつを届け出を受けた、えー。イコカを使ったら逮捕ですわ。ね、読売の記事にはまあ実名は出ておりませんでしたが、まあ、それはもう職場や近所の人にはわかる話ですよね。うん でも政治家はどうやっちゅう話じゃないですかね1000万円を超えるお金が裏金としてなっててもまあおそらく逮捕されることはないでしょうもう今日も読売新聞一面は任意調取へと書いてますけども三面読みますと「いやー立憲は難しいですね」っていう専門家の声ですからねだから期待が高い分がっかりするんだと思うんです。 えー、期待が高いと言いますと昨日、小野さん、えー、東新斎橋、えー、長堀橋へ行ってまいりまして、えー、私のいとこが馬の使用しております小森リーガルという馬がう大変快走を見せておりまして北海道門別さんの2歳の牝馬なんですけど、えー、9月21日に 園田競馬のにまでやってまいりましてプリンセスカップっていうのでぶっちぎりの優勝を果たしましてですねまあこもさんあのそういうかけごととかえ宝くじとかはこうたあかんというまあ母親のお教えを守っとるんですけどまあ言ってもいとこのものなんででまあこう取ったんですよで当たったんですねええー。 えー、生まれ、うまふ,ふっていうやつで、うん、はいで当たったんですけどまあ当たった時その場にいなかったんで場外馬券場にいなかったんでずっと財布の中入れてたんですよでふと見たら9月21日って書いてるから昨日12月21日あっ 3か月や、やもう今日最後やと思って、電車代230円,円払って、往復460円払って、それだけで赤字になるんですけど、えー、買いに行きまして、で、払い戻し金のところへ、えー、入れましたら、この馬券は、ああ、お取り扱いできませんと出てまいりまして、あ、今気ぃついたわ。今気ぃつきました。<laughs> 裏に めっちゃ薄い字で、これね、表こうでしょえ裏,の裏の字見えてへんでしょ薄い字で、有効期間60日って書いてまして、僕は勝手に90日3ヶ月やと、宝くじ1年でしょ宝くじ1年で、 えーまあ、中央と地方でまた違うのかもしれませんが、僕はまたもうてっきり90日やと思ってて、まあ、まあ機会があったらと思って、そんなんね、南警察へ別に僕、行きませんからね、南警察に用事ないんで、まあ、昔、パモジャが近所にあったからまあちょこちょこ行ってましたけど、もう知らんから、昨日わざわざ行って、はい、あの、パーです。<laughs> パーになりましたまあまあ記念にとっときますけどね、えー、ちなみにえっ、ー、と12月31日大みそか大井競馬場のメイン競争ですね重賞に小モリリーガルが出てまいります今ランキングで確か2位かなあらしいんですけれどもはい、うん、皆さんもあのちょっと注目をしていただければと思いますさあそんなお金の話もいっぱい出てまいります うん今日も朝刊チェック今日は読売新聞を買ってきておりますではまいりましょうヘッドラインです自民党派閥による政治資金パーティー裏金作り放題いわゆる裏法事件で東京地検特捜部は「 会見で何も喋らなかった松野前官房,官房長官に任意で事情を聞く方針を固めましたネタは上がってるんだいい加減に入ったらどうだとはやらないでしょう自民党安倍派と二階派の事務所に家宅捜索が入った十九日 岸田総理は夜の宴席を2件はしごしていたことが分かりました首相同盟でチェックしました政界を揺るがす捜査が進む中開成高校の出身者の会や地元と称する広島県議会議長らと会食その神経の図太さはやはり総理の器でございますところで家宅捜索を恐れたのか 議員会館ののゴゴミミ集積所に大量がが捨ててられていたたことが分かりました裏金の証拠隠滅を図る議員がいたのかと色めきたって記事を読みましたが実は大量のアダルト DVD でそのアダルト DVD の内容も裏ではなく表でした。 夜な夜な議員の部屋で楽しんでいたのでしょうか木原事件再々捜査が始まる前に事件性なしと見破った令和の霊媒師こと露木康弘警察庁長,長官の今年最後となる定例記者会見が昨日行われました朝日新聞や NHK の記者から木原事件についての厳しい質問が飛んだ という夢を昨夜見ましたがニュースを読むと全くそれは本当に夢でした読売新聞大阪本社版には記事すら出ていませんでした元暴露系 YouTuber で参議院議員だったガーシー被告の裁判で昨日被告人質問が行われガーシーはもう二度とやりませんと反省の弁を述べました ユーチューブへの復活を期待されている皆さん、仕方がないので、コモささんで我慢してください松井一郎前大阪市長の過去を暴く動画をからかってツイッターで紹介したことで、名誉を傷つけられたとして、水道橋博士が訴えられていた裁判の控訴審で、大阪高等裁判所は、博士敗訴、博士敗訴。 110万円の支払いを命じる一審判決を支持しました。博士側はスラップ訴訟だと批判をしていますが、真面目に取材をしていたのは中学生記者一人だけだったのかもしれません。日本ではこれまでこれでも高額の部類になりますが、トランプ前大統領の顧問弁護士だったニューヨークのジュリアーニ元市長は。 名誉毀損の裁判で1億4800万ドル（日本円で210億円）の支払いを命じられ破産を申請しています。以上9月え12月22日金曜日朝刊チェックヘッドラインでした。 時刻は9時26分となっておりますさて、えー、まずは政治と金の話であります読売新聞松野世耕2人の議員について週3でありますけれども任意の事情聴取へと出ております 国民の怒りが沸点に達しておりますので、そのガスをどう抜くのかというところに来ているんでしょうね、うん、自民党派閥の政治資金パーティーをめぐる政治資金規正法違反事件で、東京地検特捜部は、安倍派の松野前官房長官、何にも語りませんでした、そして時期を見て話しますと言っておりました、世耕 前参議院幹事長ら複数の中枢幹部から任意で事情聴取する方針を固めたことが関係者の話で分かりましたと既に事情聴取については要請をし近く実施される見通しであるということです高木国会対策委員長だったパンツノさんもそこに見出しに名前が出ておりますまあラなんで他にも 人衆ととと呼ばれれる人たちあ,れとありませんよよねねいうことですよ、ね、なぜか「萩生田」というこの3文字熟語が出てきておりません。「ら」の中に入れられているのでしょうか。そこに何かしらの意図があるのでしょうか。えー、まあ正直まあ毎朝言ってますが、まあ、ここでトップに持ってこざるを得ないんですけどあんまり私関心なくて。まああの アホボケガスやめてまえっていうような、まあ、コメントはたくさん飛んできておるんですけど、うん、もうそんなコメント書くだけの時間と労力もったいないよともあの手動かすのも,も大変よとお、ねえーまあ、認知症予防とかもあのリハビリとかまあそういうのはあるのかもしれませんけど、まあうん、まあ正直 うんまあ、あのこんだけ動いてても、おそらく政治家への立件というのは難しいでしょうしと、やっぱり、まあ、この政治に金がかかるんだっていう、この構造をどう変えるのかっていうところに、早く、早くシフトをしていただきたいと、ダイハツにはそういう車を安全に開発していただきたいなと。 思うわけですねそういう方向にハンドルを自動運転で切っていただきたいなとあの思います。うん、そんなね100人超える議員を公民権停止にして逮捕して粒子状に掘り込むっちゅうのがあ、まあ、まあそうすべきやっていう人もいるのかもしれませんけど、うん、非,非現実的なんで。えー、でですね うん、あのにですし、そんなあの強い言葉も使わないんでしょう、まあ、今回はあの初期に、まあ、やっぱり自民党、うん、安倍派がおご,おごってたんでしょうね、えー、調べを受けた、事情を聞かれた人が、もう、まあ、いや、ペラペラと全部まあ、ゃっちゃったとで、証拠も抑えられてしまったというところが、<laughs> あの後々になると。 うん、この事件が日本昔話で取り上げられるような頃にはですね昔々あるところに会計責任者という男がおったそうなあー1年前に赤旗が報じて上脇教授が一生懸命調べたがあーマスコミは全く取り上げる気もなかった。 おこぼれ頂戴している政治ジャーナリストと称するやつらは気がついてはおったが全く喋ることもなく偉そうにテレビに出ておったそうなああ<ー>そこで呼ばれた会計責任者がペラペラと全部喋ってしまったそうなドンブラコドンブラコと流れていったそうなみたいな、まあ、そういう話でしょうね。えー <laughs> だから、あのーまあ、日本人も今あの子どもも含めて、人の責任に、社会の責任とか、人の責任にするまあ国になってるわけですけど、一番、あいつがっていう、まあ、そういう話になるので、自分らが悪かったという気持ちは多分ないんでしょうね、あんなこと、をペラペラ喋りやがってっていう,うことですね。えー、いや本当に あのその責任をあまり感じすぎないように、結果的に、結果的にあなたの、あなたがしゃべって出してしまった証拠が、あの政治を良くする方向になるんだということで、えーまあ、あの罪には問われるんでしょうけれどあのあなた、あなたが言ってくれたおかげですよっていうふうに、逆に感謝をしてあげなきゃんないのかなと思うんですけどもね、えー。で、9時31分です。 えー、すごいですね、岸田総理大臣という人は、まあ昨日もあの見てましたら、夜は会食をしてはります、まあ、私も会食をしました、えー、とある会があって、来年こんな動きをしていきましょうという、う綿密で、えー、ざっくりとした打ち合わせをしてですね、<laughs> でみんなで一緒に、まあ、忘年会しましょうかというので、ちょっと早い時間ですがと。 駅ビルの地下へおりまして、えー、ここは締めのそばがおいしいんですよって言って、えー、ビールを飲んで、日本酒を飲んで、ハイボールを飲む人もおりましたが、結局2時間で出てくださいと言われて、ああ、しまった、そばたのものを忘れてたって言って、えー、もう早い時間に解散となりましたけれども、あのー、岸田さん、今、まあ、この時期ですからね、いろんな宴席には呼ばれてあるんやと思うんですが、19日。 家宅捜索の入った時にですね、僕もまあうっかりしておりました。ちゃんとチェックできておりませんでした。その夜、ホテル大倉であった海星高校、名門、はい、海星高校から東京大学に浪人して、結局、行けなかったから早稲田へ行きはったわけですが、岸田さんは。海星高校といえば、それはもう名門ですよね,ねえ。多くの人が東大へ行きます。そこから官僚になって、それを経由して、えー、政治家になってる人も。 大勢いるでしょう財界へ行っているる人もいるでしょう、うんその、まあ、全体のではなくって、えー、官僚とかそういう、うん、だから今政権の中枢に近い人躊躇、えー、してはるような人たちの集まりに行って挨拶をしてでその後、まあ東京生まれ東京育ちですから選挙区が広島だというだけの ご先祖が広島だったっていうだけのことなんですけれど、広島出身と、えー、もう岸田さんの広島出身と、えー、小池百合子のカイロ大学出席、卒業は私は信じていないんですけれど、うん、小池百合子もそのままですね、これね、えーであの、県議会議長がわざわざ広島から出てきてくれはりましたと、ね。 まあ4時間を超えますんで4時間を超えたところは飛行機の方がいいのかな鉄道と飛行機のえ4時間の壁っちゅうのがありましてね東京駅まで4時間か、まあ、羽田空港まで、えーまあ、と飛んでしまえば1時間ちょっとですからねうんまあ金魚鍵場の何できはったのかは知りませんけれどうん ご飯食べてはりましたわ19日に <laughs> 宴会来てはりましたわいやーすごいねということはまあそんな大したことないというふうに思ってるってことですよねいやまあまあいろんなところにお呼ばれするでしょうしそれは雨が降ったって赤坂でみんなで集まって居酒屋永田町ってやってる人らのグループですし それは北朝鮮からミサイル飛んできたかってどうせ当たれへんやろうと思ってますけどね僕もね <laughs> 僕もそう思ってますけど北朝鮮からミサイル飛んだから言うて今日天禄で飲むのをやめようとは思わないんでうんすごいすごい原の人ですね立派ですよねうんそのぐらい肝が座ってないとやっぱり総理大臣はできないんだなと思いました9時35分 ところで、家宅捜索が行われるということをメディアを通じて、えー、皆さんご存知でした。そうですね、えー、証拠隠滅ほ助ですね、マスメディアは。あそうでしょ。検察もそうですね。えー、まあまあ、その喋りの人にからも証拠はもらってるから、とりあえずあの本人に当てるというだけかもしれませんけれども。 えー、ドリルで穴開けるんだったら今ですよってこう言うわけですよね。っ、うん、言われてたんで慌ててドリルを買うてきて、えー、証拠隠滅を図ったのかと思ったら、えー、それがハードディスクじゃなくてですね、えー、なんと DVD だったとパッケージが切り刻まれて。 議員会館のゴミ収集所に大量に捨てられていたっていうことをこれを「週刊現代」がスクープをしておりましてですねすごいですねうん本指揮者はその現場写真を確認したが確かに切り刻まれたジャケットがゴミ箱に大量に捨てられていましたええー、事件性があるんじゃないかとねっ 特捜が今追いかけているわけでありますからしかしその切り刻まれていたのは大量のアダルト DVD だったそうでございますもうビデオの時代じゃないですからね VHS をね相談してエロビデオで松下さんはこうね販売拡大をしたわけでありますよねうん裏ビデオあっての チャイナソニックですから、ね、まあこんなに言うと訴訟されるかもしれませんけども何を隠したいんでしょうと思ったら実はそれがエロ DVD まあアダルト DVD というやつですねでそれも切り刻んではあるんですがあ中身がちゃんと見えるというあのー、シュレッダーにかけて分からないようにしてるとかってそういうこともなくですから めちゃめちゃわかるように、いや、女の人も出入りします、ね、って話なんですけど、えー、これがまた傾向がありまして、まあ、そら、そらそうでしょうな、あ <laughs> すいません、こんな、朝からこんな話で恐縮なんですけども、ええー、あのいろ、いろんな、その、いろんな分類があるみたいですね。 えー、ビデオマックスとか豊臣書店とかそういうところ行きますと、まあ、カーテンの奥とかに、まあ、あるんでしょうあ,の、はい、あ,あるんだと思いますとと噂に聞いたことはありますけれどもあのー、えっ、ー、と着衣物っていうのそうですもうすんませんもう,もうこんな話でもうす本当はしたくないんですけど本当はこういう話僕苦手なんですけどねええー、あのー 着ものっていうその服着たままっていうあのそ,そういう分類のものだったそうそうですはい書いてあることをそのまま読んでおりますえー、議員もしくは秘書が夜中にストレスを発散させるために保有していたんでしょうまあそらそうでしょうそらそうでしょうねあんまり昼間からは見ないと思いますんで折しも自民党に検察のメスが入れられるタイミングで 議員会館のの部屋にには真っ先に捜査の手が伸びるその時部屋から大量のアダルト DVD が出てこようものならそのことをマスコミにリークされ政治生命の危機につながる恐れがあるとそうした危機感を持った自民党の議員の部屋から捨てられたのではないかというこれはもう全くの憶測であります全くの憶測ではありますが「週刊現代2023年12月23日号より」 えー、検察の厳しい追及を受けている安倍派の議員の部屋に近いゴミ捨て場ってやそれはそれはそれはひょっとしたら隣の隣の議員会館の <laughs> ところに持っていくかもしれませんからねえー、えー、裏金問題ではありますがあしかしあのこれらの DVD はああ おも表のやつだったそうでございます。はい。あのー、ちょっとまた贅沢ブルーベリース飲みましょうかね、ちょっと、あのね、あのまあ、まあどうしますかと、どうしますかっちゅう話なんですけど、えー、っと、そうですね、皆さんはどうお考えになりますでしょうか。 結局投票率がまあまあ50%にも達しなかったりする50%前後ぐらいなんで半分ぐらいの人は投票に行ってないわけですから今の 自民党の不支持率岸田内閣の不支持率の高さ支持率の低さを考えると自民党の政権がこのまま続くとは思えないと思われるかもしれませんが政治に関心のない投票に行かない人が半分からいるっていうことは、えー、相対的にその岩盤支持層がある以上ですね投票率が低ければ低いほど自民党や公明党に有利に働くわけですよね。 だからまあこのことをなんとかしようと思ったら、もう投票率を上げるしかないんだけど、上げたら損するんだから、上げようとするはずがないわけでありまして、えー、これに対してですね、田中牧子さん、いやまあ、その田中牧子がなんやねんという声は、それはありますけれど、まあ,あの的を射たことを言ってはります。はい こんなインタビュー動画が上がっておりまして、ちょっと2分ほど見ていただきたいんですが、まあ、これも一種の極論ではありますけれども、えー、田中真紀子さん、とりあえず自民党に入れるなと、まあまあ、第2自民党と言ってる維新が今、野党とくっつこうとしてますけれども、まあ、それはもうどうかとは思うんで、とりあえず野党に入れてみなはれということを、こういうロジックでお話になっております。 自民党けしからんし嫌だと思うけど野党が育ってないしどうも信用できないから結局投票するとなれば自民党に投票するでなかったら棄権しちゃうと。 で私がおっしゃりたいことはいやでも野党にね投票するしかないそれではもう3か月で潰れるかもしれない前回もそうだったし何でも持たないでぐる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 変わるかもしれないでもそうやってね有権者が政治家を鍛える政党を作るそういう努力をね有権者が投票によって示すとだんだん成長して最終的にイギリスのような政権交代の二大政党になっていくと思う それに何十年もかかると思いますよ。民主党政権の閣僚になってみて支持、うん、も防衛大臣やって私もやりましたけど、うん、やっっぱ政治が分かかてなないの。の、うん。理念型なのだからレクチャーして言う分には立派なんだけどじゃあ政治家だかやってくださいって言ったら振り向いたら誰もついてこないっていうかね、うん、国民はいいなと思っててもですよ。動かすのは政治の仕組みが分かってないとう。 その動かす仕組みを自民党はあまりりによく知りすぎてるだから政治というものの仕組みと動かし方が分かってない、うん、それは分かってないのは経験がないから、うん、企業で言えば社長やら専務やった人は会社全体とかで他の財界との関係は分かるけど、うん、新入社員かですかーんだから鍛えるんですよ有権者が鍛える野党を、うんうん、で政権を取らせるそのす田何かを学んでね作っちゃ壊しで残念ながら国益が下がるかもしれないけどしょうがないでしょうね、うんうん やっぱり魅力ある政治ってことで見せないとお料理と同じでね美味しいもの美味しい果物が出れば食べてみようか食べて美味しかったらまたってことになるけどまずいものとか腐ったものばっかり出てきたらちょくちょく動かないじゃないですか、うん、だけどやっぱり今の戦後に1億2千0 0 8日本国民の中で8割以上は戦後生まれなんですからね、うんうん 戦、まあ、後生まれだと年寄りいっぱいいるんだけど203040ぐらいの一番もう気力も体力も知力も全てが充実している時に参加をして動かそうってそういうモチベーションのきっかけは何かってことを申し上げると自分が何に飢えているか何を必要としているかそれ物価なのか子育てなのか親の介護なのかあるでしょうもっと外国に行きたいのに何か費用がかかりすぎて現金収入が少ないから企業からお給料上げてほしいとかそういうことを実現するために政治にぶつかっていく投票しながら だけど立ち会いんですすから、ね、質問をする、うん、そういう自分が参加して自分が生活者としての声を政治に伝える反映させるその熱が若い人に私は必要だと思う、うん、政治家が言ったでしょうがね一票で変わるわけないそんなことない一票で動くんです一票の差で落ちるんだからはい。という まあ、あの <laughs> 若い人はあんまり見てなくて私よりも年配の65歳以上の人がまあ6割を占めているこの朝刊チェックでございますがあのまあビンビン伝わってきますよね適切な時期に適切な対応で適切に説明しますってむ,むにゃむにゃ言うてる間に忘れられるやろうと思ってはるような人らの言葉と比べるとですね、えー、やはり。 うん、田中真紀子さんの話はビンビン伝わってくるなというふうに思いますね。よかったらポチッと「いいね」をまき子さんに押していただきたいと思いますけれどもあまり関心のないこの裏金の問題なんですけれどもちょっとまあ3つの話題からお話をさせていただきました。続いてはこちらです。時時刻は9時45分 え本日のタイトルにいたしました露木長官の会見の話でございます木原事件に事件性なしとなんと再々捜査をする前から断言をしていたというもう恐れ山のいた子もびっくりともう新宿の母もねえどこの霊媒師も,もうユリ・ギラーもびっくりでございますはい私には見えています 見えています見えていまますす事件性はありませんすごいですね、鈴木さん。それならば、警察庁長官を辞めて、えー、1課も2課も3課も4課も、現場に出て、うん、見えました。犯人はあいつです。言っていただいたらいいかと思うんですけれども。で、定例会見っていうのは、まあ、何ヶ月かに1回。 ニュースを紐解いていくと、まあ、3月に1回ぐらいの計算なんですかね。春夏秋冬、泉谷茂かみたいな。違うわ。春夏秋冬、泉谷茂、えーえーえー、さんですよね。確かね、えー、あのー、そなぐらいですわ。定例会見ね。毎月やってんのかな。うん。で、当然。 この時期ですから、今年一年を振り返ってっていう話になりますわね。それは。そらそうでしょう。で、読売新聞見たんですけども、記事出ておりませんでした。朝日新聞はさすがですね。さすがです。編集委員の吉田新八さん。吉田新八さんが記事を署名入りで書いておりますので、これはもう、 木原事件のことについてです、ね、事件性なしと言って、まあ、その通りに、えー、装置されたんだけども、遺族は全然納得してませんとで、死体検案書でこんな情報も出てきましたと、警察としてはどんなふうに、えー、捜査をさせるんですかと、検察にどんなふうにバトンタッチしていくんですかとで、あなたが事件性なしと言ったことのその責任は一体どう取るつもりですかということを、 厳しく、まあ、NHK とか TBS の記者とかとなってですね記者会見場が大紛糾しましてで事務方がもう隠すように逃げるところに厳しい言葉をなおかつかけてでですね都木さんがもう耳塞ぎながらごめんなさいって言うてえ嘘言っちゃいましたって言ったそのコメントをしっかりとこう マイクが拾ってたっていう、そういう動画がどっかにないかなと思って、あちこち探したんですけど、朝から、全然見つかりませんでしてね、ええー、まあ、そもそも会見の記事自体が少ないわけなんですが、朝日新聞、どんなふうに書いていはるんですかと、はい。はい えー、読んでまいりましょう、警察庁の露木康弘長官は21日の定例記者会見で、一連の、お一連の、一連の木原事件、いや、広域強盗事件について、あルフィのやつですか、はあガシでもなく、木原でもなく、はい。 メンバーが緩やかに結びつく匿名・流動型犯罪グループによる犯罪と位置づけ取締りを強化する考えを示しました構成員がはっきりしている暴力団を中心に据えてきたこれまでの組織犯罪対策のあり方を転換させるほどのインパクトがあると述べました現場の捜査員が一生懸命捜査をしているのに警察の幹部がその捜査を止め そして結果が出る前に事件性なしと言ってしまうというこれまでの法と正義と証拠に基づいた警察の捜査のと比べてあってはならないような圧力をかけたこれまでの犯罪捜査のあり方を転換させるほどのインパクトのある発言については一切言及がここではございませんね。 一連の事件では闇バイトに応募した若者らが実行役としてフィリピンを拠点にしたルフィなどと名乗る特殊詐欺グループ幹部らが指示役として摘発されました追記き長官は緩やかな結びつきでリゴを集散を繰り返すグループを対策の中心に据えなければならない状況が捜査で明らかになったと指摘そんなことは我々も分かっていたわけでございます追記き長官は今年1年を振り返り4月に 順番に行きましょうか。ね、A、木原事件の報道が出たのは7月ですから、まず4月、和歌山で岸田総理に爆発物が投げ込まれた事件を挙げまして、大きな反省材料となったと。木原事件についてですか違います。岸田さんに爆発物が投げつけられたということは、大きな反省材料となった。 それに先立つ去年の7月安倍さんが銃撃されました組織に属さないローン・オフェンダー単独の攻撃者への対策が課題だと指摘銃の密造方法を公開しているサイトなどへの対策を含む銃刀法改正案を次の通常国会に提出する考えを示しましたと、うん、はい我々木原事件を追いかけているユーチューバーの動画もチェックをされているのでしょう はい、警察の皆さん。小モさんの長官チェックも、今日もチェックしていただいておりますでしょうか。長官チェックチェッカーの皆さん。はい。今日も警察は頼りにならんと、警察は嘘つきだと、えー、トップから腐ってるぞということを言っておりますよ。はい。伝えておいてくださいね。報告しておいてくださいね。公安にも言いますか タッチション弁は、うん、しない、これまでの人生で考えたらやったこともありますしはい,いろいろと刑法に触れることをやってしまったかもしれませんので、ねうん、いつ逮捕されるか、ドキドキしておりますがあら、ちょっと待ってください吉田新八記者ここで、ここで終わってます記事が4月に。 岸田さんに爆発物が投げ込まれたことしか今年1年をの振り返りにはないんですかそれは困りましたね困ったなあ。これで終わりですってどうぞ皆さんあの今年1年特に秋原事件につきましての大阪弁川流をお待ちしておりますね皆さんはいちくりと あの、一言言ってやらんことにはね、あの、さすがに安田兼夫さんのご家族には大阪弁川柳を出せとは要易いませんので、ええ、まあまあ、あの、それに限りませんが、どうぞ大阪弁川柳で、せそうに、ちくりと大阪弁で言ってやってください。郵便番号530-0041大阪市北区天神橋6-4-14。十四、ええ。もしいい、警察が私を逮捕にしに来るんだったら、ここを。 かもしくは、えー、会社ということになるんでしょうけれどね怖いですね怖いですねうんおっとっと本当に怖いですね、えー、結局あの 3K とかも見ましたけど、えー、電子版で出ててやっぱり基本的にルフィのことを言ってましたまあそれはまあ、まあ、もちろん大きなことですよ大きなことではありますけどえー つい長官がそれを言うのはまあいいとして僕はやっぱり問題なのは木原事件についてつい長官に今年最後を締めくくるにあたってしかも先週の土曜日に、えー、事件性なしという捜査の、えー、結果をです、ね、検察庁に送っているという中で誰一人記者が新聞記者なり放送記者なり記者ジャーナリストと称する人が 誰一人聞いていなかったのだとしたら、あるいは聞いているにもかかわらず、記事になっていないとするならば、読売新聞、東京本社版はどうなっているか知りませんが、大阪本社版ではその記事すら出ていないという、この状況、はい、えー、贅沢ブルーベリースを飲んでおりますんで、私の血圧もそこそこ,そこそこの高さにまでしか行っておりませんが、 一体一体何のための記者さんたちなんですかと。国民の知る権利云々ぬかんぬんはあなたたちの報道しない自由を加味した上で都合のいい時にだけ言っているんですかと。えー、東京新聞望月記者とかは昨日他の仕事でお忙しかったんですかねえー、えー。 東京新聞の,あの記者証というかそれがあったらまあいろんなところを出入りできるんじゃないかなと思うんですけど誰も誰も聞いてないんですよね。僕はもう本当にその,そのことがもうそのことがもう本当不思議でならんのですよね。 いやならばお前が行けみたいなあのそ,それは僕はもうほんまにしないんでしないからこそたあのできることがあると思っているんでまあ申し訳ないですが僕はしないですけどなぜなぜ期間うん1月1日の紙面元日は、まあ、最近はねもうこのこの10年20年もうそんなまあもう本当大したことない記事ですが本当はあの 調査報道とかしててでみんな隠しね、これが、これがうちの取材力だみたいなものを、本当はもう何ヶ月も前から準備してるはずなんですよ。で、まあその政治と金の問題がはじけちゃったんで、そっちの方で言っても、もう今、あんまりインパクトないんでね、どっかがやってくれたらいいんですけど、やらんでしょ。 あとでね、試す大第3、僕、注目してて、あの時々、まあ、時々ええこと言ってるっていうのは,そはの、悪い意味じゃなくて、時々本当は、ああ、これはなかなかええこと言ってはんなっていうのがあって、ちょっと長文のツイートがあったんで、これに関して。 新聞やテレビなんてもういらんのだと、まあまあ、毎日言ってますけどねも YouTube とか SNS しか信じるもんがなくてもうテレビはおわこんでっていう書いてる人らは、まあ、言いたいことは分かるんだけどあおちゃうかと僕は思ってまして、ええ、あのテレビも見たらええし新聞も読んだらええし、ええ、で書いてへんごとにブチブチブチ,ブチ言ったら、まあええええと僕はまあ思ってるから <laughs> やってるんですけど。 えー、情報源をどこに持ってくるかっていうお話でなかなかえ語こと書いてあるんで後ほどご紹介をいたします、えー、結局だらだらと話をいたしましたが追記長官、木原事件については何一つ語っていない、えー、新聞記者、放送記者は誰一人木原事件のことを追記長官に聞いていないという、えー、警察マスクメディア五輪中のお知らせでございました。 時刻は9時58分です。えー、元曝露系 YouTuber のガーシーさん。まあ、僕はまあたびたびお話ししているように、芸能人のことをあれやこれや言ったり、まあ、それ以外の政権の話もしてたみたいですけど、まあ、あまり好きではなくって、みんなが注目してた時もね、えーまあ、いっ 時のあだ、うん、みたいなところなんやろうなと思って見てて、まあ、今も大好きな人いてはるでしょうからカチンと来てはるでしょうけれど。 でまあまあ、名誉毀損というようなこと恐喝っていうことそれが常習性があるっていうようなことで国際手配をされて、まあ、その間に立花、えー、のところから選挙に出て当選してしまって一回も出席をしないまま結局除名されてしまって、うん、あのその結の。 体が不自由で出られないっていう人の立場を代弁する意味でそういう人が国会に行くっていうのは僕意味のあることやと思いますしただまあまあガーシー元気なわけですからそこで国会に行かなくてそのリモートでも参加できるようにっていうその議論はまあ言って品晴れやと思ってるんで、え。ー ね、例えば、まあ、あ6年も参議院やったらあるわけですからその間に結婚して妊娠して、ね、子供を産んで育児しながらっていう議員さんがいてはったとしたらそういう人がまあリモートで参加するっていうようなことはまた別途考えたらええだろうと思っているので、まあ、あんまりそのガーシーすごいっていう立場には僕はもともとないんですけどで、まあ、まあ一種の国策捜査でドバイから帰ってこさされて。 で逮捕されました今、保釈はされてますけども、もう、えー、逮,捕逮捕後、だいぶ体重下がって、えー、とあの糖尿も良くなって、でちょっとまたあの保釈されてからあとは体重が増え始めているそうでございますので、ご安心ファンの皆さんはほっと一安心かもしれません。昨日被告人質問が行われまして、で年明け、えー、もう決心いたします。はい えー、借金返済のために2人の友人から暴露系の動画配信を提案されて最初、ダメだと嫌だと言ったんだけれど、まあ、一方で芸能界は闇が深くて世の中に示さないとだめだと思ったと断りにくくて正直しんどかったと勝手な正義感があったというようなことを昨日、話をしていたそうです。 がなり立てるような大阪弁でガーンとやるようなああいうのではなく、えー、ポツリポツリと話をしたそうですう傍聴席に入れる倍率は10倍を超えたそうでありますけれどもね「えー、髪を黒くいたしましてグレーのネクタイで黒のスーツ姿で出廷をいたしました」1時間半弁護側と検察側の質問に答えました。 YouTube を始めたきっかけは何ですかとで法廷では実名が出ていたそうですけれども A さん B さんの提案ですとコロナの時にギャンブル、バクチで借金が4、5億に増えましたと4億円、5億円、まあ、それ会社やってたらそれは億単位の借金とかもありますけれど、えー、ギャンブルで4、5億なってしまうというその 感覚は私には全くわからないですが、えー、その4億5億の借金の中でですね名前の挙がっている A さん B さんからもお金を借りていたそうですでその2人から暴露系の YouTube をやれというふうに言われて借金してたんで断りにくかったとやりたくない気持ちはあったんだけど、えー、暴露はやりませんと当初は言っていました 一方、勝手な正義感に駆られ芸能界の告発を続けました。一日に数百件あった垂れ込みから信憑性のあるものを選んだそうであります。そんなに来るんですね。えーえー、週刊文春や週刊新潮にもいろんな情報が垂れ込まれているのでしょう。関西弁で、 お前俺に刑事告訴してくんのかなどと高圧的な口調でドナル・スタイルは怒鳴りながらやってくれとキャラ設定を A さん B さんからされていたのでそのキャラ設定の通りにやりましたと興奮状態で正直しんどかったとなるほどまああの YouTube をやっている人たち まあ私のようにもともとアナウンサーだったり、えー、パーソナリティであったりっていうのをやってきている人間はまあ自分の言葉でしゃべるっていうことがどのぐらいのストレスがかかって準備をまあ今僕はあの一人でやってますから誰も手伝ってもらえない中でやることのカロリーとかあるいは世間から「ああこうだ言われることへの体制がまあ ある程度分かってますけど、えー、それ以外の人たちって、あのーまあ、すごいチャンネルになってる人もいるしそうでない何十回しか再生されへん人もいるでしょうけどなかなかこう、あのー、表に出て何かをこうこう絵も音もあって喋るっていうことのその興奮度と、えー、風当たりっていうのはあのなかなかしんどいと思いますそれは <laughs>、えー。ななかなか、はい えー、特に、特に、まあ、プロフェッショナルの人たちも今、YouTube の世界に入ってますけども、素人さんでそれをやろうとすると、そのしキ,ャラキャラに合わせてやるっていうこととか、えー、それに対して世間から来る風当たりっていうのは、なかなかのストレスやと思いますわ。ガーシーも正直しんどかったと、うん、ただ、金にはなったんですね。YouTube の配信での収益は1億円を超えると。 はいえー、ちなみに、私の場合、4万4444人をきの超えました、改めて始めた当初からのやつを見てましたら、えー、初めてしばらくのところで収益化できるようになって、えー、ある1日で375円とか <laughs>、えー、そんなんでしたね、最初。 最初始めた時はそれでもまあまあお金もらえるには好きなこと喋っててと、えー、放送の電波使わなくてもこなしてやってて今日は200円やったなとか <laughs> なんかそ,そ,そんなんでしたわ最初ねえー、まあ今でこそそ,、まあ、そこそこまではあの行くようになりましたけど1億ですってうーん。 ただ、4、5億借金あったわけですよね、えー。多分そんな安い利息じゃないでしょうね。えー、あきませんわな。向こうでドバイで生活するのにもお金かかったでしょうしね、えー。検察側から、配信は今後やらないと誓いますかと問われました。そうすると、誓います。もうめんどくさい 二度とやりたくないあ、ごめんなさい僕ちょっと太い声でやってしまいましたがか細い声で答えたそうですか細い声でやらなきゃな僕か細い声出せないんですすいません違います違いますもうめんどくさい二度とやりたくない、えー、ガシに早く戻ってきてほしいと裁判終わって、えー、罪をね、えー、償ったらまたじゃんじゃんバリバリ吠えてほしいと思ってらっしゃる方もうやらないですってもうめんどくさいですって 言ってあります、うん、検察側はガー,ー被告の支持者たちが今も被害者側を攻撃している現状を踏まええー、誹謗中傷など二次被害を防ぐためにメッセージを発信すべきではないですかとアドバイスをしたところ許されるならやりたいと弁護士とも相談してやりますと、えー、いうふうに綾、まあ、野郷さんとかの、ね、名前を出していろいろやってはりましたから、えー、それをするとまあもう非常に。 我々の持ってたガーシーさんのイメージとは全く逆ですね。被告人質問では時折早口になったり、急に小声になるような場面もありました。まあ、4キロ捕食が戻ったそうですね。で、被告人質問ではまるで「v i v のようにテレビドラマ、その日本で逮捕されるまでの様子というのが分かりました。6月、緊急帰国をして、で、 手錠をかけられて成田空港で現れたわけでありますけれどもご飯を食べるために知人らと自宅を出ようとしたところ地下の駐車場でドバイの警察と思われる男性およそ10人にいきなり取り囲まれたそうですストリートファッションというのはどういうことですかストリートファッションに身を包んだ男10人ほどがやってまいりましたでお前の国じゃない 手錠をかけられたんだそうですまあそりゃそうですねお前の国じゃない <laughs> そりゃそうですねあのドバイで生まれて育ったわけじゃないですからまあまあパスポートも執行さ,させられてしまってたんですが手錠をかけられそのまま車に乗せられました1時間半砂漠を走りましたあまあまあそれはまあドバイ私もねもう何十年も前ですが一回あの経由で降りたことありますけれど そ,それはまあまあ人工的な町があってその外はもう砂漠ですわな車の中で暴力も振るわれ殺されると思ったとえそんなことあったんですかはあそうええー、あの浜村さんとかやったらもうここ本当に走る走る走るとかいうとこですよねこれねえー、あこっちじゃないこっちか ですねはい、ちょっと記事を読んでいきます、はい、1時間半、砂漠を走り、暴力も振るわれ、殺されると思った、警察関係者から、日本に帰りたいかと問われ、帰りたくないですと答えると、これから国外追放しますと宣言された。<laughs> あの すんませんこれ、あの全然あの意思疎通できてないですよね。意思疎通が全くできていない状況ですよね。これねえーえー、日本に帰りたい帰りたか、帰りたくないです。国外追放する。それ、あの全然あの通じていない感じでありますけれど、えー。で、1時間半走ってドバイの国際空港に到着しました。すると関係者から、帰りの片道の航空券。 そしてアメリカの人気ハンバーガー店、シェイクシャック、あ、あのー、阪神百貨店の1階のところに入ってるところ、あのー、通気口のところの、はい、4ビル行くところの、あの2階のホーじゃなくて、その下のところね、シェイクシャック、ある,あるね、あれた、高いでしょ、高いから1回も食べたことないわ、あ、あそうですか、そのハンバーガーを渡され、たった一人で飛行機に乗せられました。 帰国しない意思をかたくなに貫いていましたがこんなところで殺されるぐらいなら日本へ戻って罪を償う方がいいとえそう思って帰ってきたんだそうでございますえ裁判傍聴券20枚に対し207人分の傍聴整理券が配布され抽選をされましたのでおよそ10倍の倍率えーガーシー被告のファンたちが 出入り口付近に集まってガーシー、ガーシーとあガーシーって言わなかったのかガーシー、ガーシーと叫ぶ姿も見られたとスポーツ報知には書いてありますねあ、そうですか来年の2月に決心いたしまして判決はですから春頃ということになりますね10時11分ですさて えーと松井一郎前大阪市長の過去を暴くというような動画が挙げられていまして、あの、水道橋博士、からかう意味があったんだろうとは思います。自分が,自分が作った動画ではありませんが、まあ、いろんなこと、松井さんはこんなやつやということを、まあ、僕もあの見たことはあります。はい 裁判になったところでやったか、その前やったか、裁判になる前かなあの、見たことはありました。それは正直に申し上げます。で、それをからかって、あのこんな動画が上がってますよと、ちゃんと調べた方がいいですよ、笑いみたいなことなので、えー、水道橋博士の側にからかう気持ちがあったのは、私は感じました。水道橋博士がどう言おうが。 でそれに対していわゆるまあスラップ訴訟の一つだとは僕は思いますけれど松井さんの側が名誉毀損であると訴えまして一審大阪地方裁判所松井さんの訴えを認めて110万円の支払いを命じました、まあ、これはまあ2つ考え方あると思います松井さんの名誉を傷つけたんだとうんそんな まあ具体的な事実をまた言ってしまうと、これはまた今度は私がスラップ訴訟されるかもしれませんので、110万円ならまあ皆さんに何とかあの支援していただければ払えるかもしれませんけれど、そういう内容で松井さんの名誉を傷つけたっていう人、維新ファンの人はそう言うでしょう。一方で、僕はまあからかってたとは思いますけども、からかってたとは思いますが、水戸橋博士が、 その,こその動画を作って広めようとしたわけではないだろうというで、えー、からかいも含めてやじ飛ばすような人も含めて、えー、逮捕されたりっていう世の中がいいのかという立場も、まあ、理解はしますしかしまあ1審大阪地裁は110万円の支払いを水道橋さんに命じましたで昨日高裁の判決、えー、松井さんの方もあの控訴してました <laughs> もっと罪重く考えろと いいうことで言っていましたしかし双方棄却つまり一審の判決110万円の支払いをすいーばし博士に命じるという判決でありました、まあ、さらに進むのかどうなのかというところででとんでもない大阪高裁だっていうふうにすいーばし博士を擁護する人もいます一方でれはやっぱり松井さんの言ってることが正しいんじゃないかっていう人もいます ずるいですがもう僕ず本当にずるい自分でずるいと思ってますがあの、えー、そういう両方ありますということですでまあそれよりも気になったのが、えー、まああの新聞はちっちゃいです扱いはめっちゃちっちゃいですでテレビのニュースなんか特にまあ大阪ですからあの大阪地裁大阪高裁のまたなので全国ネットになるニュースも大阪の 放送局が担当をしておりま,すまあまあそこそこの長さでは取り上げているんですが水道橋博士が言ってました、えー、判決が出て、まあ、水道橋博士の方からしたら不当判決ということになるわけですけど弁護士にも自分にも名刺渡して取材してくる記者が一人もいませんでしたと、ね、ええつまりまあ名刺交換して、えー、またあのさらに 言い分を聞いたりとか何かしようっていう突っ込んで取材をしようという人が一人もいませんでした一番熱心に取材をしてたのがまあ私も注目してるんですが日本中学生新聞という今中学生の子が「核あるべしでしょう」と「世の中ってこうあるべしでしょう」と「正義とは」ということで。 一生懸命取材ししたたりり書いたりしてあるんですねで、まあ、そのことが新聞やなんかにも取り上げられつつある子、うん、がいましてねあの子どもがこういうことをやるのはとてもあの、うん、なんていうかまっすぐなまっすぐな正義感で尊いという考え方ともう一つは大人に影響されて。 っていいう考えも、まああるるのはあると思いますあの平和の式典とかであの、ね、小学生の頃らが作文読んだりするところにあのその言ってることのまっとうさはあるんだけど誰か大人に言わされてるのかな影響されてるんじゃないかなというあの思いを持ったりもします、うん、それはね。えー、でまあ,あの彼はもう言ったってその小学校2年生3年生の頃じゃないんで。 中学生になってるんで中学生なりの僕,僕もそうでしたから僕も僕なりのだって小学校4年生の時に世の中を啓蒙してやりたいと思ってましたから、えー、漢字は書けませんでしたけど啓蒙してやりたいと思ってた小学生だったんで彼の中学生としての正義感っていうのはすごく分かるんですけどその子が一番熱心に取材をしていたということです。つまりテレビ局という うーやはりその放送免許がなければただの箱っていうところで、えー、高い給料をもらいながら仕事をしているジャーナリスト記者たちの今の立ち位置っていうこと新聞社もまたしっかり、えー、どんどん落ち込んでいってて会社がいつまであるかわからないという中で自分の定年までなんとか会社があったらいいなと思っている記者たちの。 正義感は、えー、名刺も渡さないということに表れていてそして、まあ、大人の影響も何かあってのことかもしれないですけどそれは分からないそれはわからないですけども中学生の子が自分はこう思うと思ってこの問題スラップ訴訟っていうのがあって政治家が権力で、えー、人の言論を抑えていいんだろうかという多分問題意識を持って取材をしようとしてたんでしょうね。うん あのいろんな報道を見てからまた書きますって言って彼は言ってました頼もしいですよねええー、頑張ってほしいですよねえー、そのそこがこうポキッと折られたりねじ曲げられたりすることのないようにお願いしたいなというふうに思います10時18分そして最後その名誉毀損なんですがまあ日本で110万円ってこれはまあ結構な金額です その金額としての110万をどう捉えるかっていうことではなくその名誉毀損で訴えて30万とか20万とかの金額じゃなくて2桁万円出るっていうのは、まあ、それは松井さんの社会的影響力であったり水道橋博士の影響力であったりということで多分高い目に出てるんだと思うんですがアメリカはそんなもんではございませんニューヨーク市長をやっておりましたジュリアーニさんという人この人トランプ前大統領の顧問弁護士をしておりました である2人の人の名誉を毀損したといたしまして、えー、損害賠償の命令が出ましたそれが1億4800万ドル、まあ、今のレートでいきまして日本円で210億円だそうです210円億じゃなくて210億円支払いなさいという命令が出ました、えー、どうなったか えー、破産の申請をしましまたと <laughs> なると210億円が取れるのかっていう話ですし他にも借金もあったりするのかもしれませんけれどもねえー、<laughs> ま,だまあどっちのどっちの社会が幸せなのかどうなのか正しいのかこれちょっとよくわからないですけれどもうんええ太平洋を渡って 渡りますと、そういう,う社会があそこにあるのだということですね。ねえもうそんなんやったら、松井さんとかもう訴訟しまくりで、ねえ、気がついたら大谷翔平よりもあの <laughs> 金持ちになってたっていう、後払いはだめよと、<laughs> すぐ側近で払ってくださいとで、松井さんから訴えられたら、もうみんな。 えー、破産の申請をしなあかんというそういうことになるんでございましょうかまあ事柄も何も全然違うんですけども金額の違いにびっくりでございますえー、そんな朝刊チェックあ,れありがとうございます何やかんや言ってよけた1313 13億人の方に現在ご覧いただいておりますが、えー、高評価が432となっておりますポチッと高評価を忘れずにお願いいたします最後ね まあ、ここから、まあ、あと、まあ、5, 5分10分です。すみません。僕も次の予定あるんであの5分10分なんですが大事な話なんでぜひ聞いていただきたいんです。長文ファンの皆様おはようございますと、えー、今朝のあ昨日か昨日の朝6時18分に為末大さんが書かれているのがその「 ニュースにどう向き合うのかっていうことに対してめちゃくちゃ大事なことなんですね、えー、参ります読んでいきます今朝の一言でございますインターネットが問題というがテレビも新聞も信じられないといったご意見をいただきました メディア内部で一生懸命やっている方もよく知っているので私の意見としていろいろありますが情報が変更しているという指摘は間違いではないと思います私は社会に真実を伝えている媒体がないことが問題なのではなくどこかに真実を伝えられる媒体があると 信じてしまうことが問題だと思っていますはい今朝の一番大事な一言ですねどこかに真実と伝えられる媒体が存在するのだと思っていることそのものが間違っていますよと、まあ、僕も 言ってますこれはまあ言い訳でもありますし僕のことを信じないでくださいねと僕が言ってるのはあくまで僕が僕が知り得た情報を僕の経験と知見に基づいて自分のフィルターを通して自分の上芸でお伝えしているわけなのでそれが全て正しいとは自分でも思っていませんから「まあ、コモさんの YouTube が一番です」と言っていただくのは、まあ、褒めていただくのはありがたいですし。 お前のやつなんかクソだって言われたらそら腹立つんですけどでも仕方がないで、まあ、マスゴミという言葉が僕は嫌いだというふうにあ,あなたはマスゴミという言葉が嫌いだと言っているのにマスコミを批判してるじゃないかみたいなことを書いていく人もおってもうほんまにあほちゃうかと思うんですけど、えー、この為末大さんの話で まあそれでも理解できへん人はしな,いしなくていいですけどねソースというソースという言葉が出てまいりましたえー、ブルドッグソース違いますすみませんその話じゃないんです <laughs> たまたま目,の目についたんでえー しょうゆ、しょうゆことでもないですね。醤油ことでもないですね。はい。ソース。その、情報源がどこにあるのかっていうことです。為末さんのお友達の娘さんがイギリスの学校へ行きまして、そこでソースと呼ばれる授業があったんだということなんです。えー、例えば、例えば、 中世のある時期の農民の暮らしを知りましょう。調べましょう。中世のある時期の農民の暮らし。まあイギリスのでの話ですけどね。まあ日本で言うたらじゃあ江戸時代のある時期のある地域の農民の暮らしはどうであったのかそれを調べましょう。 というきにどこに何を調べますか情報のソースを何にしますか ?1 農民の残した日記2領主ご主人様の回顧録3 行政が残した農民に関するデータ中世のある時期の農民の暮らしを知りましょう何を調べますかその情報ソースを農民の残した日記で調べますかそれとも農民の上に君臨している領主様の回顧録それを自分で書いたかどうかもわからない誰かに書かしたもんかもわからないその回顧録 を情報源にしますか行政が残した農民に関するデータそれが果たして本当のものなのかどうなのかそのその行政は一体誰が支配していたのかまあまあ分かんないですが例えばそれによって全然違いますよねとはい当たり前ですね農民の残した日記 もう食い物がなくて大変ですと書いてある、もうこのままでは餓死してしまうでと書き残しているかもしれない。いや、あるいは一方で、うちの領主様はすごいって、よその、よそはあ6個市民なのに、うちは5個5人でいい、素晴らしいって書いているかもしれない。書かされていたかもしれない。領主は 本当にこんなことになって住民がどんどん餓死していって苦しんでもう両親の呵責に耐えられない私には両親の資格はないって回顧録に書いているかもしれないしそんなことは全く関係なくいやーどこそこ家の娘をうちの息子にめとってええとってもいい嫁さんで我が家は第7代から8代9代っと脈々と脈々と お大阪万博も成功するであろうと書いているかもしれないし分かんないですよね。行政が残したデータがしっかり信じられるものなのかどうか当時のことだからその調査がちゃんとしているのかどうなのか、まあ、そんなことによっても違いますよねと。どういうソースを選んでそれがどのように変更されて で変更しているのか論述せよという問題だったんだそうです世の中の情報に変更のないものはないとつまり全ては変更していると変更の方向を自分の頭で考えて情報を理解するそういう授業がイギリスでは行われている実あ日本でどうでしょうかますごみはと大声を出して そして汚い言葉を書き連ねる人 YouTube しかないわっていう人今もご覧になっているでしょうお前は何を言うてんねん元アナウンサーのくせにとかはいもうおっしゃりたいんでしょうえどうぞそのまま書いていただきましたらブロックいたしますのでご安心くださいませ陰謀論の議論をするとよくテレビや新聞が信じられないといった意見が出てきますがどこかに信じられる情報があると どうしてそう思うのかいや、あるべきだ。僕が最近ずっとべきという言葉を嫌っています。まあ、何の気なきしにべきと書いて、僕がそれに反論をすると、あ、それは言い過ぎでしたと気がついてくれるまともな方もありますが、えー、岸田総理は辞めるべき、安倍派は解体すべき、もうべきを書いて喜んでいる人の。 まあ,まあまあ100人に1人1000人に1人の変わった人しかコメントはしてはれへんのでしょうけれどええバカかなと思いますよね誰もが何らかのインセンティブシステムに巻き込まれていますメディアのビジネスモデルそれは何でしょうかはいそら新聞はまあ別に出そうと思えば出せますが放送局は誰だって出せるもんではありません免許がいります NHK は 予算決算を国会の審議で認めてもらわないことには活動ができませんそのビジネスモデルにその放送局や新聞社の社員は会社の意向を汲み取らないとそれはいけませんわね、まあ、それが嫌で辞める人もいるでしょうが基本会社アンあにるというのはそういうことですどのような国民も国家や文化に影響されそしてこの YouTubeYouTuber も YouTube の規約と収益モデルに影響をされております言えないことがあります言ってしまうとすぐバンされてしまいますあれのこととかは皆さんもご存知でしょう真実を語ろうとしている方は大勢いらっしゃると思いますがそのインセンティブや認知バイアスから逃れている人は誰一人いませんまあそれはあなた自身もそうでしょうということなんですが 自分の世界の捉え方は育った環境に影響され好き嫌い自体が一つの変更です僕は本当に思います好き嫌いクモさんのこと好きと思ってもらったら僕が何かしても許してもらえることが乙武さんなら許してもらえないっていう同じことしててもっていう話も例えば、まあ、自分で自分を蔑むの,のは嫌ですし家族も見てると思うとほんまに申し訳ないですけども例えばそういうことですよね そして好きと思ってた人が私のことを嫌いになった時のこの攻撃性のはい何回かやられたことありますけれども好きと言ってた人が嫌いになった時のこの攻撃力の増し方はもう気持ち悪いほどですねうん人間が体で受け取る外界の情報は編集され意識されることが知られていますつまりどこにも完全な一時情報はありません私たちが認識する全ては変更しています イスラエルとパレスチナの話、まあ、亡くなった人が2万人を超えました今のイスラエルのあの無差別な攻撃が僕はいいとは全く思いませんけれどそれですらお互い変更していると言い合うわけですねその人個人が陥りがちなバイアスがありますその立場の人だとこう考えざるを得ない田崎スシローさんはそう答えざるを得ない あるいはある文化はそう捉える傾向にある。なるほどそういう。そういう前提で物事を見ていく。真実の追求には大きな意味があると思います。科学者の方と話をすると、膨大な思考と調査の上に積み上げていって、人生をかけたけど、それでも分かったような分からんようなと、科学の世界でもそうです。じゃあ政治や。ああ そんなところの話。いやいや、そら、無理でしょうと。えー、そんな話をね、うん、書いてありました、長文で。まだその後もまだ続くんですけど。まあまあ、お,お分かりいただける方が、コモさんの懸命なる視聴者の方は、 9割だと思いますけれども、まあ1割ほど、そんなもん分かるけという人もいるでしょう、今後も、えー、YouTube は信じるけれども、テレビやラジオや新聞は信じないということにかたくなにこだわって書き込む人はいてはるんでしょうけれど、どこにも、どこにも、ここにも、ここにも、ここにもですよ、100%正しいことを言う人などいません、当たり前の話ですよね。 ですはい、以上でした。今日も言いたいことを言わせていただきました。長時間にわたりご視聴ありがとうございます。最後に忘れている方、ポチッと高評価、そしてチャンネル登録もお願いいたします。現在、何人になっていますかね。4万4547人。昨日に比べるとまた100人ほどチャンネル登録増えています。ありがとうございます。それが励みでございます。 ぜひ、いい明日もご覧くださいませ。では、また明日インジャンでお別れすることにいたしましょう。結局、なんも皆さんの思ってはるようないい情報がなくてすいません。でもまあ、僕の責任じゃないんですけどね。はい。また明日インジャンパーンでは、また明日。寒いですので、気をつけてくださいね。